友人たちがね、魚を捕まえたくてビニール袋に穴を開けて捕まえようとしてます。いいですね。にしても暑い。早くね、ちょっと今何時だろう、まだ3時なんですけどね、涼しくなってほしい。これはきつい。昼に目玉焼き焼いたり、こっちちょっといろいろやろうと思ったんですけど、もう暑すぎて何もやる気起きないですね。これ夜はメスティンはさすがにやりますわ。で、今ちょっと片付けて小休止ですね。友人たちがね、なかなか楽しんでますね。船借りて魚、小魚捕まえに行きましたよ。小魚必死に。いい年なんですけどね。いいですね。大人が子供になれる瞬間ですよね、キャンプって。その間に女性陣がおつまみを、酒のおつまみを作ってくれております。セロリ、セロリってなんだろうね。タコもありますね。楽しみですね、どんなものが完成するか。暑い。それぞれがそれぞれの時間を過ごす、これが好きなんですよね。いい時間だ。もう4時過ぎたんですけど、それでもまだ暑くて、ちょっとね、何も本当する気起きないんで、川に浸かってます。マジで暑い、マジで暑い。4時半ですね。釣りをしに行くのかな、友人たちは。釣りをしに行くみたいですね。いいですね。我々はけどね、もう結構4時半とかだとね、もうすぐ夜になっちゃうからね。もう飯食い始めてもいいぐらいだよね、いつもの流れだったら。4時、もうちょい5時ですね。まだね、日が暮れないので暑いです。あと30分ぐらいしたらもう陰ってくれるんで、おそらく涼しくなってくれるんじゃないかなと思います。友人が釣りしてますね。何ですか、深いところ。何ですか、はい、深いところに行ってます。はい、おー、ノーコメントですか。ですか、この岩にへばりついた天ぷらのふやけたカスみたいなの。何これ、ふやけてる、見える、すごい。これ美味しそう、すごい。無残だ。ここで生き絶えたのか、それとも誰かがここに持ってきたのか。バンガローに戻ってきたんですけど、もうね、この中に入ってしまうと外に出たくなります。え、外に出たくなくなりますね。で、飲み物も思ったより飲んでしまったんで、キャンプ場の自販機で飲み物を買うという、ちょっとピント合ってないですね。キャンプ場の自販機で飲み物を買うという行動、たまらんすね。玉露入りお茶いただきます。はい、時間5時半ぐらいですね。ちょっとそろそろね、はい、来ました、メスティン。この音
音いいですよね、アルミの。米を洗っていきます。初なんで緊張しますね。どうなることやらね。あ、お米が。指輪取ればよかった。はい、この状態で30分ぐらい浸しておきます。買っちゃったんですよね、この下の台。300円ぐらいでしたね。かわいい。改めて見るといいですね、この状態。すごいわこれ。やっぱりこのファイヤーテーブル、いやーいいですね、本当にいいわ。もうさっきまで暑くてね、余裕がなかったですわ。いやーいいですわ。何作ってるんですか。何を作ってるんでしょうか。超むずくね。難しいよ。超むずいと。何でしょう。何系ですか。肉系ですね。肉系、何肉ですか。鶏肉ですね。鶏肉のラタトゥイユ。顔ニヤニヤして言ってやった感。サーモンと、それはもう、そんなにちゃんとしない。着火しまーす。こっから25分ぐらいですかね。いやー、緊張ですね。ちゃんとできるかどうか。楽しみ。これ普通に白飯です。あ、白飯炊くんだ。白飯、そうです。いいね。やっと、火が少し、陰ってくれたので、焚き火も開始しました。いやこっからあと 3,4 時間あっという間に過ぎてしまうので楽しみたいですね。はい、今回はですね、何を作るかと言いますと、沖縄料理尽くしです。一応あの予算をかければいろんなもの買えたんですけど、あまりちょっと買いすぎるとね、だいぶ金額いっちゃうんで、3000円以内で買えるものを揃えて、今ここにないものもあるんですけど、あともずくと、早期か、早期もあるんで、それをじっくりと食べていきます。それ以外あとね、セブン飯とかもあるので、まあ、つまみがてらゆっくり長くお酒飲めたらなと思います。ちなみに泡盛はありません、無理です。はい、先ほど答えを教えてくれなかった、鶏のラタトゥイユじゃなくて、なんだ、鶏ですね。2.5 キロぐらい、2キロぐらいだよね、うん、ちょっとね、インターネットで買ったんで。インターネット。お、あ、やナスがこ、あ、いい感じじゃないですか。でかでか、あ、でも焦げ焦げ、焦げ焦げでもないね。いい感じじゃないですか。大丈夫そうね。すごっ、いい感じじゃん。もうちょいいけるぐらいだね。すっごチキン、すごいチキン。クリスマスパーティーやないか。本当だね。いい感じだね。いい感じですね。もうちょっといけるね。うん、じゃあもうちょっと蓋して、うん、もうちょっと上に乗けて。早期とジーマーミー豆腐と、一応なんだっけ、ベニーモタルトとなんだっけ、もずくですね。結構ちょっと買いすぎたな。いろいろありますね。暑さで心配ですわ。いろいろ。いやー、殻より殻より出てくるものの方がでかいっていう。なぜか。ほらもうすでにでかいもん。え、これどうなるの？このまま落ちるの？ポトンって落ちないでしょ。そのまま捕まって。